日本代表。始まったね。まあ、でこれから、夜の遊びを始める方も、はい、もう遊び終わった方も、はい、時刻は5時、エスプレッジョのお時間です。お疲れ様です。始まりましたね。ゲックみたいな感じね。ゲックみたいな感じ。どこ。だから宮崎ではなんかゲックじゃなくてどこっていうらしい。おい。ゲックの番組が、はいはい。僕それ言おうと思ったら宮崎言っちゃう。ああ。旅行にどこに行けばいいかというのをみんなにアンケートしたいと思います。イエーイ。やっぱりそうだね。ゴールデンウィーク
レジャー的な感じ、レジャー的な感じ、GW ですからね。だから福井にどこに行けばいいかっていうのをちょっとプレゼンしたいと、やっぱその視聴者の皆様にプレゼンして、いざ決まったところにじゃあいざ行ってみようかという。あ、僕たちがプレゼンするんですか。プレゼンするんです。めんどくさくないですか。おいおいおいすでおい生放送やとか、生放送やとか全部流れてこれ。はいはい、ということでね、ちょっとやっていこうと思います。やっていこうと。なんか今日やたら違いますね。突っ込んでないですけど、めっちゃ噛んでます。ケマさん、ケマさん、全然喋ってないですけど、中尾明的なことしか言ってない。ちょっと待ってですか、仕事ですか。いや、もう今画面で見たらケマさんがこの方ずん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 大御所みたいな、その大御所みたいな仕事しかないよ。はい、ということでちょっとプレゼンしたいと思います。はい、じゃあまずは誰からいきましょうかね、プレゼンする。アン的に、まあいっぱいありますからね、関東なり、まあいろいろありますから。じゃあ無難ところでいきましょうか。無難で、いろいろ無難なところ、無難なところ。はい、じゃあ、ちょっとくたまっちゃって。はい、了解です。やっぱりね、僕やっぱりあのね、こっちからですか。あ、こっち、あ、いや、大丈夫、あ、真ん中、真ん中で大丈夫で、あの、僕、九州で生まれて、で、九州の大学行って、まあ国立なんですけど、で九州ので九州のそのまま大学院に行ったんですけど、あ、院、僕あのみんなが遊んでる時に僕ずっと勉強したんですよ。で勉強して、私なんか、あ、私なんか、プレゼン、プレゼンですから、それ、それどうする、いや、そうです、すごい欲しがってるのかなと思って、喋って、もういつ行けばいいかなと思って、逆に、その後に僕あの関東出てきたんですよ。サラリーマンで関東出てきて、で関東ってあんまりその東京とかその他の群馬に来たね、あと思って群馬急に出して群馬、やっぱりね、やっぱり、あの関東で群馬、九州人が占めたら群馬って何があるんだろうと思って、群馬って。で、群馬は分かんなかったんだけど、指切れたな俺で、それで、うるせえでね、群馬って群馬匠の実家、匠、あ、実家は鹿児島だから大丈夫だよ。カゴンマでね、カゴンマ、そう、カゴンマね、カゴンマ、カゴンマについて、もういいけど、群馬は、カゴンマじゃないですか。カゴンマじゃない、カグンマ、カグンマ、カグンマみたいな、カグンマ、なんかめっちゃカグ人みたいな。あ、鹿児島なんですけど、あ、群馬。群馬ね。群馬に行くんですね。群馬はね、いろいろいいとこあって。はい。まあ、あるんですか、群馬にいいとこ。さっそく。あるよ。おぉ。めっちゃ、めっちゃ。群馬ってどこ？北関東。え、ケイさんどこ出身なんですか？群馬。ああ。マグですか？マグ、マグ。うるせえ。マグンとか言ったことない。初めてだ。あ、なんかギロッポンみたいな感じで、なんか群馬のことをマグンって言うのかなと思ったんですけど。全然全然。あ、ないですか。あ、すいませんでした。謝って。群馬市じゃなかった。あの、後で謝ります。収録終わった瞬間に謝って。でね、やっぱりね、群馬に行った時に、いいとこあったんですよね、僕。あ、行ったんですか？群馬にあの、サラリーマンになって1年目の時に、こっちに結構地元の友達がいて、あの、みんなで、2つに1回ぐらい旅行行ったんですよ。はいはいはい。で、その旅行はしかも結構シンプルで、みんなサラリーマンだったから土日休みじゃないですか。で、あの月曜、水曜日ぐらいからだんだん計画立て始めて、とりあえずみんなで休みを決めて集まろうっつって集まって、そこから土曜日朝一集まって。楽しいね、絶対それ楽しいよね。メンタルがまず軽いんですよね。大体誰かいないですね。大体誰か遅刻するんですけど、まあ一回その遅刻してめっちゃ喧嘩したことあったんですけど、まあ今は OK なんですから。で、それでその時に一回みんなでレンタカーを借りてから、あの日時は決めるんだけど、その後にどこ行こうっていうのをその場所で決めるんですよ。そう、え、現地で、とりあえずまずは水曜日ぐらいに休みいつとかで朝一集まろうっていうのは、まず水曜日ぐらいに決めて、土曜日いきなりこの場所に集まりましょうって。で集まって、大体うちらが行ったのは船橋の、千葉の船橋のレンタカー屋さんにみんなで集まって、レンタカー借りてから車に乗ってから、じゃあ今日どこ行くみたいな感じで、それを面白い話して、でそれでどこ行こうっつって、で、みんながそのいろいろ栃木とか、山梨とかね、群馬で、そこで群馬だから、あ、群馬何があるのっつって、とりあえず分かんないけど、とりあえず群馬の方向にわーっと進んで、で、群馬行って、行ったのが伊香保温泉、伊香保っていうその温泉屋さんがあるんですけど、多分群馬出身のケイマさん多分ご存知だと思いますけど、伊香保、どうなんですか、伊香保温泉。いや、温泉がいっぱいあるよ。ざっくり、シープシープだっけ、おらぁ、温泉がいっぱいあるだっけ、わかんないもん。あれ、意外とその温泉地ってみんな言うと、なんかあのね、大分だったりとか、そのね、イメージするのは箱根とかってイメージするかもしれないけど、伊香温泉は古いところで石段があって、へ石段がこう、階段があるんだけど、その両サイドになんかこう、
旅館がこうポコポコポコってある。へえ、あ、そうなんだ。射的もあるし、なんか古いなんか遊びもあって、で、伊香保に行って、で、4人で泊まってみたいな。そうや、4人ね、そのね、泊まって、泊まって、いやいやいや、いや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 、つまり丸1は何するんですか。丸1ですか、ごめんなさい、こっちに丸1書いてあったんですけど、まず丸1の前に丸0行っていいですか。丸0は、まず車の中で行く、まあ旅行したいな、まあみんないろいろ仕事のストレスだったりとかいろいろあるじゃないですか、話してるんですけど、まず車の中でゲームをするんですよ。で、ゲームはしかもそれはあれですよ、山手線ゲーム、イエーイじゃなくて、あれなんですよ、車で普通に話をしながら、ですね、あれ、あれ、ちょっと覚えてる、ちょっと覚えてる、あ、ちょっと覚えてるから、レダーね、レダー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 、どこに登場します、レダー、やったー、大事が来ました、もうちょっと来た、なんかね、よく見る、あの、めっちゃ忘れてる、あの、担当接客してる時に、いきなりヘルプが入ってくるみたいな、あ、うちの、うちの、はい、はい、うちの新生え、どうした、声出てない、どうした、どうした、強い強い、はいはい、キツノ、あの福岡が生んだ、福岡が生んだ、あのハリウッドスター、ハリウッドスター、メラです、メラです、よいしょ、強い、強い、何て言ってるか全然わかんない、キツノ、ハリウッドが生んだ、レナですけど、キツノ、ハリウッドが生んだ、高橋君、福岡がね、福岡が生んだハリスマ、ハリオッハリウッドスターのスーパースーパースター、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 タイミングね、タイミング、レナ申し訳ないけど俺喋るから今から、よろしくで、あのゲームがあって車で、そうですね、ゲームですね、はい、横文字を言ったら100円、あー、だから例えばボーイングっつったら、あ、はいはいはい、はいはい、車のちょっと運転してると、運転してるとここの、ここにちょっとね、貯金箱置いてて、おー、例えばそのね、面白いみたいな、どんどん入れていくの、どんどん、例えばその、なんだろうな、信号機じゃなくて、例えば、なんだろうな、なんかいろいろあるんですけど、信号機、ね、あの、なんだろう、まあいろいろあるんですけど、横文字、クラクションとかね、クラクション、クラクションうるさいな、それはもう、あーって100円みたいな、それまあ、普段 の、 その会話の流れで、会話の流れで、そうそう、いや、絶対みんな喋んないのはアウトだけど、はいはいはい、アウトもダメだから、うん、アウトって、あ、そう、アウトも、あ、やばい、ついジョイダメじゃん、ついちゃった、ジョイ横文字じゃん、あ、ジョイダメ、だからジョイ読むときは必ず100円入れないといけないから、どうして読むの、ジョイ読むよし、そう、おおいみたいな、おおい、喜び、ダパンプ、あ、ダパンプ、ダパンプもダメか、楽しみ、楽しみ、楽しみっていう感じのやつをやって、それにお金を貯めて、そのお金で何するかってたら、最初に旅館泊まった時に魚にするの、あー、いいっすね、それ、あ、いい、なるほど、じゃあすげえ面白くて、やろうやろうやろう、そうだ、行きましたね、そうだね、横文字言ったらアウトみたいな、アウトゲーム、うんうんうん、意外と溜まるんですよね、それが2000円とかレベルじゃなくて5000円ぐらい溜まるんですよ、やっぱ日常サウンジ使って結構使ってますからね、はい、今日でも前と使ってるじゃないですか、今日も初め入ってからイエーイっつって、週末ヒーロー、週末ヒーロー、ヒーローで使ってるでしょ、あデストレンジャー使ってるでしょ、あで、グランドオープン使ってるでしょ、使いましたね、ケイマさん使ってるでしょ、おケイマさん、確かに、あ、英語英語、あとマグンも使ってるでしょ、あれ、で、どうすんの、で、どうすんの、で、そうですね、で、旅館着きましたと、旅館着きました、で、旅館着いたらまずね、何するかって言ったら、まあ、まず温泉張りますよね、え、これは見せてあげたことも分かりやすいと思う、まずね、見ますね、旅館着いたら、あ、こっち着け、これ、温泉にまず入るよね、近い近い、音楽になってるよね、しかもこれは温泉は、しかもあれなんですよね、温泉って違うよ、絶対、うわ、これマジでオーラの泉みたいなね、温泉入っちゃって、で、そこからご飯食べるんだね、みんなでね、はい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 、これトランプがまたこれ面白いんだね、これね、あー、トランプですね、意外と面白いよね、トランプは意外とあれなんですよ、七並べとかってやると面白いですよ、あー、そうだね、トランプの七並べ、みんな知ってます、あ、七並べ、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、長いね、一人持ち時間10分だから、もう言うときは、あともう40分しかないから、私40分しかないから、そっちから、まあ、グイグイ、みんなね、ベタランな、グイグイよしこみたいな、まあ、やるんですよ、で、これ終わりました、また次はね、次の日は、群馬から起きて、イニシャル D のね、峠をドリフトするんだけど、イニシャル D と、でもレンタカーじゃ絶対ドリフトできなくて、あの、意外とお金払ったらいけるっていう、あの、ね、おお、お金払ったら、今超えてた、契約したから、今超えてた、契約したからって、どっから声出したんや、ガサガサだけど、だって、結構オートマでドリフトは厳しいですよ、あ、オートマでですか、詳しい、ケトル、いやいや、僕、車好きなんで、車好きなの、僕、マニュアルしか乗ったことない。同じ車好きだっていうか、どっちも運転してたね、
どっちも運転笑えねえ、笑えねえ。いやー、オートマでドリフトで、はい、ドリフトでまあ、ドリフトしますって、はい、で、その後に、なんて読むんすか、なんて読むんすか、なんて読むんすか、これ、あ、ケゴンの滝、ケゴンの滝、ケゴン、あ、これ、あの、あれ、栃木の、あの、それ群馬じゃないの、これは、あ、そうですね、あの、いや、群馬には泊まって、この旅館泊まって、その後は東に行って栃木に流れる。あー、ソーバードライブね。一番高コースね、まあね。まあほら、頭いいじゃないですか。頭いいし、あのデートコースいっぱいしてるじゃないですか。で、それで、頭しゃかデビングソーバーの流しみたいな。新しい。来ようかなと思ったんですけど。ソーバー流しみたいな。で、ケゴンの滝で撃たれる。ケゴンの滝って結構有名なんです。まあここ結構幽霊ですけど。怖いの無理なんですよ。幽霊出るとこなんですけど。で、そこでケゴンの滝で撃たれた後に、日光東照宮。あー、ニコトショウグ、ニコトショウグで証明するんですよ。ダメでしょ。ダメでしょ。いや、食べてもらったらしい。これはリアルに僕の友達が行って、おしっこしって帰ったんですよ。そしたら次の日、チンコ腫れたらしいです。チンコ腫れたらしい。結構ね、強いとこだからね。やばいんで。あ、そうだね。あ、その病気とかじゃなくて、マッチ。みんなで酔っ払って、結局まあ、だって、なんだっけ、誰をマスってるんだっけ。徳川家康。そうだよね。いやめっちゃ強い、強いところで、だから皆さん気をつけましょう。最終的にあの川越を、川越ってあの埼玉に川越ある。なんで川越なの？あの群馬に行って、東に今度行って、栃木に行って、あの群馬、栃木、埼玉、東京みたいな、それ南に降りてくるときに、まあ、川越ってあのご飯美味しくって、いっぱいいろんなご飯を食べるところあるんですよね。だから皆さん小江戸って言われてるんで、なでね、ちょいなでね。だから皆さんぜひこのコースを利用してくれたら、間違いなく楽しめる。間違いなく。いいっすね。ぜひ僕はこれを一番推すんで、群馬からの次の日栃木みたいな。群馬から。はい。ぜひ。そのコースね。そのコースで間違いなく。そのコース。もうそれしかないです。むしろもうそれ。もうそれ。それ。もうじゃら。じゃら。ルール本当に。ていうか、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、僕のプレゼントです。はい、群馬で。はい、群馬ですね。群馬ですね。最初から言っていいですか。はい。ケイマさんが全然喋ってないですね。どんなのそれ。ケイマさんが全然喋ってない。群馬どこにある群馬番組とか言って群馬写真だったら群馬のことグイグイ来るの。いや、ここで出てこなかったらいつ出てくるの。普段出ないだろ。実際言うとまだ怖いね。実際言うと高崎のこうだから、その伊香保とか草津とかはめったに行かないから。そうなんですか。人生で1回、2回、3回くらいあるかなみたいな。俺みたいな上流階級はそういうところには行かないと。はい、次行きましょう。上流階級がない。それじゃあ、次、英吉さんプレゼント行きましょうか。よいしょ。英吉さんプレゼント、はい。面白いですね。A ちゃんが何も考え、嘘。行きましょう。はいはい、もうね。いや、A ちゃんはあんまり行ったもん。いや、でもそれはね、多分ね、A ちゃんが一番行きたいところだと思う。俺の予想。お、これはね、どうですかね。それではお願いします。いきます。全然何も考えてなかった。はい、エイキさんプレゼント。あ、恥ずかしい。恥ずかしいです。テレ屋さん。この人をもっと知りたいという。はい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 。ここに行きたいです。はい、じゃんと。じゃん。ケーマハウス。ケーマハウス。群馬。同じ。ケーマハウス。はいはい。同じ。群馬だから。ケーマンチ。いや、ケーマンチ。もうこのクリップなし。いや、もう食べ物もしょうがないと思う。これはもう。ケーマンチ。ケーマンチ行くの。やだよ、なんもねえ。ケーマンチじゃん。貧乏だもんだから。ああ、それ差別、それ差別。おばあちゃん悲しむよ。おばあちゃん見てるかもしれないじゃん。だって平屋だもんとか。団地だもんだな。そうだ、団地。団地なんすか。団地。団地妻。いや違う。やばい。団地だよ。団地だよ。ほら、寄宿団地だ。寄宿団地だ。忘れた、動揺した。はいはいはい。ケーマンチに行きますと。これもう使わない。はい、ありがとう。ケーマンチ。ケーマンチ。あ、ケーマさんちってなんすか。ケーマさん。全然何もこんなこと。呼び捨てになるの、これ。後で全部謝る。ケーマンチね。これ見えますかね。見えますか。どうも。まあ、いっぱい。でもやっぱみんな見たいんで。まず一番目、ケーマを残して車で向かう。いやー。はい、ケーマ。ケーマはいら
ぱいない。ケーはいらない。むしろケーはいらない。いや、よく考えてみよう。やっぱりいらない。いらないです。よく考えて。ケーマンさんだって、いつも電動の自転車乗ってるもん。ケーマンさんだって、いつも電動自転車乗ってるもん。ケーマンさんだって、いつも電動って言うの。自転車乗ってるもん。じゃない。次に、合流せずに山の上の温泉に向かう。あ、なんか結構、群馬で有名なのその山の上の温泉があるっていうのを聞いたことあるんですけど、まあ群馬で言ってもらうと、まあ高崎の中で高崎伺いますよ。伺いますよ。伺いますね。今日、伺ってますね。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 怖いからね。金山荘ってところ。金山荘。有名なんですか。まあ有名かどうかわかんないけど、金山荘の差し金ではないですよ。金山荘めっちゃいい、めっちゃいい。近くにカッパペアっていう潰れた遊園地があって、カッパペア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 、エッシピア。潰れてんだけど、あのジェットコースターも、あとお化け屋敷もそのまま残ってて全部。じゃあそれを、それに対して、それで電源入れたらそれ自分たち乗れるってことですか。電源は入んないけど、電気が通ってた。電気通ってた。ケイマさん、ケイマさん、ケイマさん、近くか、そこは近く、近く、チャレ30分くらい、チャレ30分で行ける。そこに余談が侵入して、みんなでこう、入ったりする。お化け屋敷的な、肝試し的な感じですか。そうそうそう。ケイマさん、結構意外とそういうのいけるんですか。いや、もう夏なんだよね、たぶんね。そうそう、行きたい行きたい。肝試し系ですか。で、その近くの、その山自体が結構山自体が噂が。あ、今ちょっと言いました。いやいや、これ始まったから続いてるよ。あー、ケーマンジだ。マジか、これ書いてあるんですよ。マジか、書いてあるんですよ。いや、もうさっきから全然イヤでしてるよなと思って。マジかよ。ケーマンジ、ケーマンジ、後で謝るね、カメラで。後で謝る。ブレコブレコ。じゃあ丸さんも。ケムさん。ケムさん。黙れ黙れ。ケムさん。うるせえ。カスね。終わったら。もう書いてあるにいますよ。山の上の温泉行ってからその。で三番にケーマンチに泊まる。最後はね。いやおばあちゃんびっくりするなんで。ケーマンさんちの下に間取りを教えてもらっていいですか。あんね。玄関あって左におじいちゃんとかの部屋があって廊下で右にずっと行くとあのリビング。リビングだ。マリオンバー、マリオンバー。マリオンバー。マリオンバー。ケーマンチとか。いや、部屋だから2回使っていいよ。あ、これ2回使って。これケーマンさんいないっすよね。2回置くだけ。これケーマンさんいないっすよ。いや、俺止まる。合流しないもんね、まだね。合流しない。事前予約しないですよね、ケーマンさん。はい。来るから。来るから。来るから。はいはいはい。ガキマさん、ババアに。キレてる、キレてる。うるせえ。で、まあ僕はね、まあ人間として一般社会人として、まあ次の日ケーマンチの掃除。ケーマンチの掃除。ありがとう。要は田舎に泊まろう的な感じね。なんかいいですね。やっぱ一食一泊のやっぱね、ご奉仕しないといけない。やっぱ朝6時から掃除開始みたいな。掃除開始。犬がいて畑もあるから。朝散歩します。朝僕散歩します。朝僕散歩します。え、大丈夫。なんか今、喉自体が出てくるみたいな。喉が出てくるみたいな。で、次に周辺で美味しいご飯屋さんに行く。あー、それで、ここでやっと、ケーマと合流。あー、かわいい。よっしゃ、やっとね。ケーマとか書いてるぞ。やっとね。僕は呼んでるんだけど、要はそれ、メッシーなの、メッシーってこと、要はそれ。メッシーだけ、いつの話だろう。アッシーみたいな、それ。アッシー、メッシーってお前。わかんないよ、本当にもう。だからこの1から4までの間にケイマさんが電動チャリずっと群馬に向かってる。絶対充電器で。絶対充電器で。やっと合流しました。ご飯は何か美味しいとこあるんですか。確かに群馬って何かもね。何かだからあんまりなんかうまい飯ってイメージはないけど。だからうちの近くだったら茶そば屋がすごい。茶そば屋。茶そば。茶そば屋があって結構。ケイマさんおそば好きですか。そう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 。おそば好きだね。しょっちゅうなんかおじいちゃんとかに連れてもらったんだけど、ちっちゃい頃すごい茶そば美味しくて、まそこで茶そば食ってから近くのカラオケ屋。カラオケ？おじいちゃんカラオケ行くんすか。いや、おじいちゃん行かないけど、みんなで行くだろ。多分そこも潰れたかもしれないから、潰れたかもしれないから、まあ第二校庭ってところでサッカーできる。へー。そのおじいちゃんサッカーするんですか。そんな元気じゃないっす。あ、元気ゲートボール。ゲートボール。ゲートボール。あ、面白い面白い。カポンカポンみたいな。はい。で、最後にケイマさんちのドアにサインをして帰る。みんなでサインしてくる。グランドオープン。エスプレッサイン。これ4月21日。いや、いいっすね。いや、これまあ
で、これはまあギャグですけど、まあ、ケイマさんが一緒にいた方が群馬も結構案内できるかもしれないし、すごい面白いかもしれないですね。いや、群馬いいとこっすよ。いいね、いいとこですね。ケイマさん家なんかあれなんですか、あのそのケイマさん家に行ったらなんかすごい友達がめっちゃなんかかかってるみたいなってやつある？あの年末年始だけね。ああ。年越しの時はなんかうちみんなが集まって。ケイマさんでもクラスの人気者だったんですか？いやーどうだろうね。どっちですか？クラスの人気者か人気者じゃなかったかしたらどっちですか？どっちかね。普通にしとこ。全国放送です。ああ。まあ。おおお。僕は大好き。僕は大好きです、ね、はい、そこからね。長いものに任せたい。ダーマール長いもの、長い、長い。任せたい、任せたい。いや、いいですね。いや、じゃあ、僕が行ったのが群馬コースで、群馬からの栃木コースで、A ちゃんは、あれね、あの、ケイマさん家コースみたいな。そうですね。両方群馬で。両方ね、どっちかしら。もう群馬行くの、群馬。結論群馬行くの。いや、まだわかんないです。アンケート群馬で。まあね、ですね。はい。次行きますか。次行きましょうか。はい。でも、まあこれはもう純粋に僕が行きたいところなんですけど、はい、純粋に、え、店長行きたいところ、純粋にいいですか、もう普通になんかノーマルでいいですか、もう店長は行きたいところですか、普通に行きたいところ、じゃじゃんと、じゃじゃんと、広島、おお、ちょっと待って、おかしいです、おかしいです、絶対おかしい、絶対おかしい、よく見て、よく見よう、広通り、広通り、それ間違えた、本当にこれ、これは本当に間違えた、すげえ、これ広通り、学歴だな、学歴だな、やばい、やばい、書いた後に気がついて、地元、地元、本当にこれ書いた後に気がついて、書いた後に気がついて、でもこれもうインクめっちゃ使っちゃったから、狙ったんじゃないか、狙ったんじゃない、やらしいな、本当に、やらしいな、仕事ができる、はい、まず、広島行きましたと。広島ね。行きました。まあ、僕の実家なんで、まあ、あ、広島、あ、いや、広島出身なんです。広島出身なんです。で、かれこれもう3年、4年ぐらい帰ってないんで、もうそろそろ行きたいなと思ってる場所で。まあ、あの、帰ってないですか？帰ってないですね。この、この機会にちょっと全員で帰れたら幸せだなと思って、ちょっとやろうかなと思ってて、まあ、まず広島行きましたとなったら、広島行くときにまずは、うん、店長以外で広島行くんですよ。あ、そうそうそう、あ、群馬と一緒、群馬と一緒、新幹線乗って、あなた俺がなんかその電動車に行くんでしょ、あ、行ってください、すいません、俺が説明します、はい、あ、どうぞ、はい、まあ、丸一広島、まず広島と言ったら原爆でしょうと、あ、原爆だ、原爆だね、ありましたね、まあ、丸一、まあ、平和記念公園で戦争を体感すると、体感できるの、体感できるの、え、すごいっすよ、ちょっと待って、本当に、バナナタク、ゼロ戦、ゼロ戦はどうですか、いや、もうやばい、本当に、リアルに、リアルにもうそこに行くと、なんかもう昔のその昭和にあった戦争っていうものについて深く考えることができるんです、本当に、あ、実際体験できるってわけじゃないですよ、その体で感じるっていう、あ、今もう、もううちら全員なんか実際にね、うちらで感じましたもんね、いや、もう、すごいですよね、実際にグレネードをボーッとパワーみたいな、集団ゴムとかやらないよ、集団ゴム、ポッコーみたいなね、そんな、誰か使わないから、なのかなと思って、普通にそれはもうなんかもう原爆ドームとかやっぱりこうなんか錆びれた感じとか見て、すごいですよ、今でも瓦礫が残ってる廃墟があるんですよ、その落ちた時の瓦礫が残ってて、そのままになってて、そこが診療室みたいになってて、でそこに行ってなんかあの案内所みたいなのがあって、無料案内所じゃない、無料案内所絶対使われると思って、無料案内所でなしに普通に案内所みたいなのがあって、でそこでなんか次ここに行ってくださいみたいな、そういうエピソードをたどれるみたいなやつなんですよ、スターウォーズ状態ね、スターウォーズ状態、ね、あ、エピソード、あ、いや、なんか原爆はなんか昔聞いたんですけど、原爆ってもともと広島と長崎に落ちた、そうそうそう、はいはいはい、出してるんですけど、で、この、ごめんなさいね、ちょっと、うん、知識ですね、長崎に落とすのは、あれは本当長崎じゃなくて、あれはもともと鹿児島に落とすよね、なんですけど、あれはあの上空がめっちゃ曇ってて、九州で、とりあえずそのウィーンって落とそうかな、そろそろ落とそうかなと思ったんだけど、場所わかんねえから、ピッて離したの、マジか、もう風が、あ、この辺に行くみたいな、軽い風で、これウィーンってやつ、もういいやと思って、もういいや、この辺でいいや、重いからいいや、ここでいいやって、あれが流してくれたの、あ、いいやって思ってどうやってやったんですか、もうや、もう、ピッて、僕好きっす、ほんとそうらしいですよ、で広島はまあ普通にまあ元々そこに落とそうかなって、多分まあ工業地帯だし、あそこは多分あそこ落としたら大丈夫。そうだから絶対その原爆落ちた日は8月6日なんですけど、はい、その日には絶対その全校でもう小学校中学校の全校であの平和の歌を歌う。平和の歌を。ちょっと今一回歌ってもらえますか。シャシャシャ。いつものやつお願いします。はい。おはよう。
しばくらみんなでドドンパしたけど、あらじゃまー、ドドンパってことだ、平和だ、すごい平和なんだよ、ドドンパって、それそうなんでしょ、ドドンパって、ドドンパって、それを、まあまあまあ店長、いい映画撮れました、それをまあみんなで歌うっていう、怒られる、歌うっていう、まあまあもっといい歌ですけど、もうもちろんです、じゃあ俺ほんま、ほんまでほんまも覚えてないですよ、ほんまも覚えてないですよ、ケイマさん知ってますか、あ、俺は知ってます、ケイマさん知ってます、絶対知ってます、今振ったから、今振ったから知ってると思うので、聞き換えたの、せーの、ズッチャズッチャズッチャ、平和でよかったね、平和でよかったね、誰か止めてあげて、誰か止めてあげて、誰か止めてあげて、ライブ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 ライめっちゃ読んで酔っ払ってるから、せっかくで来るかって思ったら、もうすいません、そんな感じで、まあ、あの平和について皆さん学びましょうという、それはまあ昼間ぐらいの時間帯に、まあ、そうですね、昼間行って、はい、で、まあ、夕方に近づくにつれて、やっぱり広島といったら、まあ、あの3つあるんですけど、まあ、サッカー、ああサンフレッチェ広島ね、サンフレッチェ、あとはあの、まあ、お好み焼きとか、まあまあ、原爆、あ、飯うまいっすか、飯とか、まあ、そういうあの資料系、何してんの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 、ラスト1つ、やっぱカープ、よっしゃ、カープ、広島カープね、カープね、やっぱね、この広島カープを松田ズームズームスタジアムっていうので応援する、ズームズームっていうんですか、スタジアム、へぇー、その市民球場じゃない、僕松田ソンソンスタジアムだと思って、ソンソンそうそう、あ、ズームズームだ、え、違うんすか、めっちゃズームズームだ、あ、本当にそう、いや、面白い、今の面白い、今の面白い、本当にソン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 スタジオ、ソンマサヨシみたいな感じだじゃん、ソフトバンクみたいな、あ、そうなんすか、まあ、そんな感じで広島カップいいっすね、まあ、夕方からみんなが応援して、やっぱそのね、なんだっけ、カープの歌、ちょっと待って、ズズチャ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 、前田健太はビール学園、それ以上は知りません、何なんですか、しかも前田健二郎じゃん、前田健二郎、前田健二郎めっちゃいい選手を、うまく育成する会社みたいな、そう、ね、育成して、報酬するみたいな、そうですね、だからまあね、広島東洋カップ、広島東洋カップ、なんで東洋なんですか、なんかね、あれ貸したな、多分貸し名でしょ、ああ、そうか、会社名が合体したら、例えば広島、わかんないですよ、広島なのに東洋とか使うなと思うんです、まあそうだね、確かに、ね、殺そう、前はその市民のお金だったそうそうそう、話ですね、だけど九州が、違う、ね、日本でも東シナ海っていうぐらいだから、どこが東かわかんない、まあ、どっかから見て東か、宮崎から見て、宮崎から見て東かもしれないし、まあ、ということでカープを応援してからの続きは CM の後で、カープの後で、続きは CM の後で、
どうぞ、さんがちゃん。えい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 えあれ、キヨさんです。あ、キヨさん、はい、おかりなさい、おかりなさい。あ、はい、ナイス。じゃちょっとね、さっきのしゃがれ声のね、あのレナ君がいなくなって、あ、いない、いない、すみません、あれ、あれ、耐えられましたね。続きまして、はい、ネクスト行きましょう。ロタ君です。イエーイ。2回目かな、2回目だよね、2回目の登場だよね。あ、見事ないだけど、この久々な感じがすごいする、すごいする。ピチ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 した感じが、ピチピチした感じが、同じ系統目指してる、同じ系統、ある程度そう、同じピチチを着て、カサーも狭い、まあそんな感じだよね、はい、ね、いや、いよいよやってくれますよ。ロナツ目が見えてないから、目をちょっと見せよう。目ですか。あ、目が、うん、そうそう、かっこいいから。いかにイケメンせないか。まだまじゃか。はい、ということで、まあ、カープをじゃあ応援しましょう。店長はカープ、まあ、カープらしい広島って感じです。まあ、ね、明日スタジアム、まあ、応援しましたとなったら、まあ、ここで広島の繁華街なんですよ。繁華街が超いいとこなんですよね、本当に。どうすか、綺麗なとこで。いつ越しますか。いつ越しますよ。あの、流れ川、宮島の流れは、流れ川っていう、流れ川ってとこがあって、まあ、そこはなんかもうキャバクラとかね、あのホストクラブとか、うん、そういう、夜のこう街がね、あ、広島ホストあるんだね。ありがとうございます。で、まあ、あのここでやっぱり僕らあの歌舞伎町でね、あのホストをやってるんで、まあ、ここでちょっと現地、そうね、現地取材をしようということで、はい、まあ、流れ川でホストクラブを体感。あ、そこは体感さ、実際に海流に行くってこと。そうですよね。海流、海流、海流、海流にもらって、海流にもらって、みんな見せてきましょう。海流話でしょ、海流。ホスト2件目出すよ。みんなご飯すよ、みんなご飯。3期で生放送。あ、もう、もう、だったら、余裕ですよ、余裕ですよ。広島、いや、ラストのダメージ、ラストのダメージ。いや、でも、多分、俺思うんだけど、方言好きな女の子ってすごい世の中に多い。まあ、ジャケンの話だから、そういう場所 あのホストクラブでどういう方言を使ってあのいざ接客をしてるんだろうっていうのがすごい気になるんですよね、やっぱ。え、でも広島は広島だから、うん、普通の方言に萌えはしなくないですか。方言萌え、だってみんな広島に来るわけだから。そうですか。あ、そっか。あ、そっか。広島人ね、広島人の放送がいたらまだわかるけど、方言は残してる方言ね、ね、方言はね、はい、だから今から方言で喋ればいい。え、俺が今から、あ、そうです。僕とひなさんが方言で喋ろう。なるほど、じゃあちょっとその方言萌えを狙ってみる。じゃあ、ちょっと、あ、方言萌え、大事だけど、やっぱ一番大事なのは、あの、まあ、流れ川でホストクラブを体験することだけ。おー、やっぱ、あの、なんだろうな、あ、すいません、はい、行きながら行って、で、まあ、そのホストクラブ行った後に、終わったの。あ、終わったの。おかしいな、おかしいな、おかしいな、おかしいな。平瀬さんが賢まることはない。ほんまに。じゃあ、まあ、とりあえずホストクラブ体験した後に、やっぱり広島って言ったら、まあ、あの綺麗な宮島。あ、見たことある。あ、あれ広島の鳥居があって。ほんまに綺麗だよ。行ったことないけど。行ったことない。めっちゃ綺麗よ。まあ、集めとこう。宮島鳥居。鳥居。あの、僕昔行きましたよ。一人で。何でしょう。あの、僕岡山にあの稲葉さんのビーズの稲葉さんの実家に行って、帰りに、あ、終わり。よかった、よかった、早めに振ったけど、やばかった、落ちなかったね、これ。確かに普通の自慢ました。本当、本当に綺麗だ、本当に。あそこは鳥居がその水によって、そうそうそう、ほんまそれ、それ、ほんまそれ。あれですか、水、ほんまそれ。鳥居の下まで時間帯によって違うんだよね。ほんま、だから、あのそこに鳥居まで行ける時と行けん時がある。行けない時は残念でした。行けない時は行けない時はもうだからみんなで写真撮ってその鳥居を写して、なんかその水面になんか夕日が沈んでいくその夕日を撮って、なんか綺麗なエピソードみたいな。真面目だな。あれですよ、あれですよ、あれですよ、豪邸あるですよ。その平川さんのビーズが太陽がバーンって出るのかなって。どこどこどこに、あれ、これなんて読むんですかね、これ。アシアに、そう、板を豪邸があるらしいですよ。豪邸がその。え、そうなの？どうどうどう。あれらしいですよ。これ誰書いたの？これあるらしいですよ。アシアって、アシアってどこですか？出てきた。お願いします。アシアってどこですか？ビーズのね、稲葉さん。アシアってどこ？たくみ行くね、これ。兵庫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 。あの噂のプレジャーホテルみたいな。プレジャーの。あ、
はい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 は
そう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 。あ、どうだどうだ。映ってるの誰ですかこれ。これ俺俺俺。え、ムキムキこれ。いい痩せてる。痩せてる。だからシングルの歌詞のカバーみたいな。めっちゃかっこよかった。だからね、そのポケットみたいな感じだったそっからの、ワニと戦うのワニとそうです勝った戦わせた勝った、俺勝ったあ、すごいえ、やりして引くわ絶対、これジャイアントスイングワイユースピー、ワイユースピーやりしてやばいうわさっきのゾーンやったってめっちゃピアノやってるしワニを青春で捕まえてくださいで、俺勝ったから、はい、勝った証ね勝ったんで、どうなってんだおカメラ、ちょっと待って、先行しよう。ウィナー、ウィナーもう反射して、ウィナーカメラで反射して。真っ黒と真っ黒なんて全然わかんない。誰が映ってるんですよ、これ。手を上げてるんですよね。もうね、ケイマさんより手を上げさせてるやつがもう気になってる。真っ黒同士でわかんないですね。そう、あの、黒すぎて動かしてる、動かしてる、食べられない、食べられない。ああ見えない、これ見えない。でもそう、そう、ウィナーで手挙げてたんですね。そう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 、からの、からの最後、最後最後あるんですね。最後、最後え最後違うやん、全然違うやん。グラサンで、グラサンで。あ、オリシャン、オリシャンの真ん中だね、真ん中だね、真ん中だね、真ん中だね。爽やかイケメン。広島、はい、4つ目が、海外、アフリカ。広島に行った時は、うん、
方さんちではないですね、泊まるところ。そう、一応そういう。ひなたんちじゃないんだろ。ひなたんちじゃない。ひなたんちじゃない。ひなたんちに泊まろうみたいな。いや、これからや、これから今やっぱり。じゃあこの4つで、次 CM 明けにアンケート取ろうと思いますんで。おしゃい。群馬、広島、県外、海外。CM どうぞ。意外と近場がいいかも。海外進出巨大プロジェクトパイオニアの中のさらにパイオニア。そうだね。俺がその顔でパイオニア、ベストオブパイオニア。何やるんですかね。パイオニア、ミュージックグループだからこそできるスペシャル企画。なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええ、リュウさんのポケットマネーから。いやいや、そりゃないから。あわよくば来月にいざ行ってみようということで、あわよくばってか、あわよくば来月に行ってみて、そこの場所で撮った動画とかを、このニコマ生で流せたらなって。あ、いいっすね、いいっすね。そのなんか旅行行った時とかね、アフリカ行ってね、ワニ食われるシーン。衝撃映像だよ。めちゃ食われてるみたいな。やばいよ。衝撃映像だよ。放送事故。放送事故。開けた、開けた。世界仰天ニュースに送るから。開けた。あ、そうそう。ありがとうございます。どこがいい？え、でもあれですよね。企画ものでケイマさんのワニとのネバックっていう。企画ものだ。やらもらえる、やらもらえる。パンパンで。それ飲み行きましょう本当に。え、出ます？アンケート出ますか？でも今。中継中。まあごめんなさい、ここでケイマンチにぶっちゃけ行ったところでっていうのもあるんですよね。いや、うちのあれってめっちゃいいよ、学校、中学校、小学校あるんですよ。学校だよ、小学校。メダカの学校、夜とかやっぱり学校入っちゃいけないけど。あ、それでも教えてほしいですね。夜の学校怖いっすよ、マジで。いやいやいや、若者が、若者がちょっとビビる。ありますありますあります。めっちゃ怖いです本当に。ロズ行ったことあるんですよ。ありますありますあります。何で2回目だ。大事なことだよ。ロズマジマジのマジで。やばいやばい。ありがとうございます。意外と怯えた。意外と。聞いてくれ。いや、思い出しちゃった思い出しちゃった。そんなこと出会ったけど。体は正直なんで。最近そんなこと出会って。やったんですけど。やったんだ。おい、やめんか。衝撃。違う企画。ケイマさんちだと思うな。いや、ダメだ、ケイマさんじゃない。いや、でもケイマんちはぶっちゃけなーっていうのもあるからね。うちだったら、おばあちゃんとか一回金山荘に泊まってもらっていいかもしれない。いやいや、ほんとに。はい、結果、いいじゃん。どこなんだろう。絶対ケイマさんち。第3位から行きます。第3位、12.5%。おい、5。やー、マジかー。はい、第2位お願いします。第2位は25%。1位と4位が分かれてるんですよね。もうやだよ。4位はいいんで、4位いいんで1位お願いします。バレンタインデーから今の1位は、ちなみに4位は 0% なんです。絶対分かるな、絶対分かる、絶対分かる。4位は 0% バレンタインデー。じゃあ1位、1位は1位お願いします。第1位、62.5%。やー、6位、じゃあ、ちなみに広島は何パーセントでしたっけ。あ、じゃあ、すごいな、ケイマさん。やばい、マジか。すごい、0%。だってこれ、バレンタインの時もなんか、特にあげたい
給料システムがあるとのことなので、まあ、自分の足でぜひご来店いただいて、そこで確認して、自分の目で確認して行ってください。では3部の方はどうなってるかな。そうですね、3部の方は完全新規オープンでやってますので、まだオープニングメンバーという形ですね。朝8時から5時間営業で日給1万円という給料システムとなっております。今歌舞伎町で店舗数の少ない時間帯となってますので、経験者未経験者ともに売り上げをつかみやすいチャンスとなってます。歌舞伎町誰だ、まあ、そういう感じで、まあ、一部三部、まあ、共にね、こういう楽しい環境を随時、まあ、僕たちで作っているので、まあ、未経験者の方でも気楽にこちらにある番号の方にぜひぜひ連絡をして、うち、まあ、このキッズの方にご来店ください。ではクラブキッズでお待ちしております。心ここにある。またそれ でもなく黙り込んだことにさえ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、まして安寧なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。